皆さんどうもこんにちは、キャッツです。大胆にパクってなぜバレないと思ったのか。時々何かしらの盗作ニュースを耳にしますが、実際盗作してしまった本人は何を考えて盗作しようとしたのでしょうか。パクリで有名な国である中国において、パクリはそもそも悪いことではないと認識されているようで、日本との意識の相違を感じます。しかし何かを盗作してお金を稼ぐということは、元の著作権にとってはかなりの弊害になるものです。故に盗作はやってはいけない。そんな今回はゲームを大胆にパクってしまって炎上してしまったゲームたちをご紹介していきたいと思います。では行こう。鬼殺の鶴。去年から今年にかけて最もブレイクしたであろう漫画、鬼滅の刃。私キャベツも鬼滅のアニメを見終わり、次の映画が公開されるまで漫画を読んでしまうか、映画公開まで待機するか、日々悩んでおります。そんな大人気の鬼滅の刃が2020年4月24日に配信されたスマートフォン用のゲーム、鬼殺の剣という、まるで5秒くらいで考えた名前のゲームに丸パクリされる事案が発生。開発はテンナインという会社であり、今作が少女作。初めてのゲームを丸パクリする度胸をどこから仕入れてくるのか、やはり韓国、恐るべし。本作は必殺技の使用時のセリフが日本語で表記されたり、ホーム画面にいるキャラをタッチすると日本語を喋ったりするなど、完全に日本を意識しており、初めからパクってますよというスタンスなのではないかとさえ考えてしまうほどの潔さ。このデザインを見て鬼滅ブームであった当時、瞬く間にネットで有名になり、パクリなのではないかと疑惑が浮上。その指摘を受けた開発元のテンナインはなぜかパクリ疑惑を完全に否定し、ファンたちはプンプン丸となり大炎上。ここまで似ているのにもかかわらず、なぜ疑惑を否定したかの件については、開発元のテンナインによると、鬼と戦う世界観とキャラが和服を着ているという点が似ていると判断しているのではないかとして、鬼滅の刃との関連性を否定し、パクリでもなく鬼殺の剣はオリジナルであると、どこからそんな強気になれる勇気が出てくるのか、とんでもない発言をし、さらに大炎上。鬼滅の刃は実は韓国でも大人気であり、この対応に対し韓国のネットユーザーたちもプンプン丸となり、日本をパクるなんて国の恥、恥ずかしい、こんなゲームが作られたことが信じられない、中国人が作ったのかと、知らず知らず中国も飛び火するというカオスな状況に。ちなみに Google プレイの評価は 1.1。 もちろんレビュー欄はひどいありさま。炎上は続くものの、運営がなぜが強気であったため、このままサービスを続行すると思われましたが、リリースから3日後の4月27日にサービス終了のお知らせ。これ以上ゲームを継続することができないとして、4月29日午前10時に完全終了すると宣言し、私たちのゲームをめぐる問題点について関係者の方々に深くお詫びを申し上げますと突然謝罪。どうやら日本韓国だけではなく、全世界各国から非難が届いたようで、ようやく懲りた運営が折れました。しかしながら最後の最後までパクったということを認めてはいないところから、謎の自信を持っているのは何なんだろうか。 Let's go ポケモンモバイル。もはや隠す気もない、堂々とパクリ、デザインをひねることさえしないポケモンのパクリがみんな安心の中国からリリース。しかし驚くことに本作パクリながら非常に出来が良く、最新作のソードシールドを上回るほどの完成度であり、特にバトルシーンは異常なこだわりを感じるほどの完成度で、ここまでやられると許可をもらって作っているのではなかろうかとさえ思ってくるほどの完成度。そのため炎上はせず、むしろ期待の声が多く、パクリなのになぜか絶賛されるという謎の現象が起こっており、私キャベツ的にも期待のパクリゲーム。ちなみにゲームの肝であるバトルは3対3で行われるらしく、バトルシーンを見てみても全くもって素晴らしい出来栄え。本家と今作のバトルシーンを比較した動画を概要欄に載せてあるので、ぜひ見てみてください。ファイナルソード。ファイナルソードは2020年7月2日に任天堂 e ショップで発売されたアクション RPG で、スマートフォン版でも販売されましたが、 BGM の著作権を違反していたため、なんと配信から4日で配信停止。任天堂 e ショップからも跡形なく消え去ってしまった伝説のゲームです。本作の開発元はパクリの2大大国の一つ、韓国。本作見てわかるように、今時1980円でよく配信しようと思ったなと思ってしまうほどの低クオリティであり、低クオリティが故にゲームの難易度は著しく上昇し、本来クソゲーで目も当てられないほどのダウンロード数を誇るはずが、高難易度が故にスルメゲーと化した上に、著作権違反というトレンドを得ることによって瞬く間に世間に認知されるという皮肉なゲーム。そんな今作が配信を停止する経緯となった著作権違反、こちらはゼルダの伝説シリーズにおけるゼルダの子守歌を少しアレンジして使用していたため、配信停止となってしまった模様。中国は大胆にパクるものの、韓国はなぜか爪が甘い。
というより配信するまでの審査でなぜ弾かれなかったという疑問が浮上するわけです。これには任天堂64の反省があったからと言われています。当時の任天堂は任天堂64を発売するソフトに対し自社による厳しい審査を設けており、これによって低品質のゲームが除外されたこともあり、64のソフトは比較的質の高いソフトが多く提供されていましたが、この審査が厳しすぎるがあまりソフトの不足を招いたことが教訓となっていました。この著作権違反に関し開発元は知らなかったと言っているようですが、これを見逃せば今後も再び起きかねないとし配信は停止されました。暴走落書き。発売からしばらく経っても未だ人気が衰えないスプラトゥーンシリーズ。独特なゲームデザインが故に感化されて同じようなデザインのゲームタイトルが出るのではないかと思われていましたが、2016年6月29日無事中国から鬼殺の剣よりも丸パクリしたゲームが登場。いざゲーム内容を見てみると、どこからどこまでもがスプラトゥーンの丸パクリ。どうやら内部データを抜き取ってそのままスマホへと流用したようであり、もはやパクリですらなく他社が勝手に移植して販売しているというドストレートの犯罪を犯している状況。しかしそもそもスプラトゥーンはスマホ向きではないようで、操作感は劣悪、加えてキャラクターの動きや演出は爽快感がなく、まさに中国クオリティな内容に仕上がっています。ツイッターではこのパクリについて多少炎上、そして未だに大きな問題にはなっていません。さらにダウンロードが未だ可能のようです。もしダウンロードされる方は自己責任で。ティアリングサーガ。ティアリングサーガはファイアーエンブレムシリーズの開発会社インテリジェントシステムズから独立した加賀正造が設立したティルナノーグが開発したプレイステーション用のゲームソフト。本作を発表した当初のゲームタイトルはエンブレムサーガであり、加えて事前の情報もファイアーエンブレムにつながりがあるのではないかと匂わせるような内容だったため、一部ではスピンオフなのではないかとさえ囁かれていました。その実加賀氏は当初ファイアーエンブレムシリーズの続編として今作を制作していたと公表しており、そのため任天堂に警告されタイトルを変更して今回の名前で発売しました。実際発売してプレイしてみると、世界観をはじめキャラクターやデザインが告知しており、その例としてファイアーエンブレムに登場していた武器がティアリングサーガにも登場していたり、名前を少し変えただけでほぼ同じの武器、主人公の専用武器もファイアーエンブレムと同じ、数人のキャラクターも似ていたりと、舞台もファイアーエンブレムで登場した地名が出たり、共通点が極めて多い内容でした。ファイアーエンブレムの生みの親といっても、他の会社に移って無断で似ているゲームを作れば盗作になる。もちろん任天堂はプンプン丸。ティルナノーグを不正競争防止法違反及び著作権違反として裁判を開始、一審では著作権を侵害しているとは言えないとして任天堂側は敗訴となりましたが、しかし二審ではゲームは白だが紛らわしい売り方をするなということで、売上の 3% に弁護士費用を加えた約7600万円を任天堂側に支払うように判決が下され裁判は終結。裁判には負けたものの、シリーズは続投してもいいと認められたため続編は発売され、一連では今ではこの一連は笑い話になっていると言います。ということでいかがだったでしょうか。安定の中国と韓国の二大巨頭、あちら側からすればなぜ日本はパクらないのかと疑問にでも思っているのでしょうが、本当に潔くパクってくれる姿には簡単のため息を漏らしてしまうほどにすがすがしい。しかしながら皆さん、盗作はよくありません。しっかりとした犯罪です。お気をつけください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ケバツでした。ほなまた。大丈夫。